皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は彼氏と過ごす日の冬のデートメイクを撮ってみました。よかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。では早速メイクしていきたいと思います。今回は彼氏とデートということで、チューズミーのピーチブラウンを使いました。 14.2mm なんですけど、すごいナチュラルなのでカラコンつけてる感があんまりなくて、結構裸眼寄りに近いけどでも裸眼より漏れるっていう感じのカラコンなので、デートにぴったりなカラコンだと思います。では唇がカサカサだとダメなので保湿だけしちゃいます。これはディオールのグローオイルの15番。プルプルにしたい方は後で上から重ねてもいいんですけど、まず保湿に塗っちゃいます。やっぱデートですからね、唇をプルプルに、ケアを忘れずに。ではやっていきます。ベースと眉毛はいつもと変わらないのでやっちゃったんですけど、いつもベースの後にシェーディングをやっちゃってるのでシェーディング先にしていきます。シェーディングはキャンメイクのシェーディングパウダー04番使っていくんですけど、シェーディングしすぎるとシェーディングしてる感が出ちゃうので、シェーディングは薄めにやっていきます。でもノーズシャドウこうやって入れて後でぼかします。いつもは結構がっつり入れるんだけど、今日はちょっとねナチュラルに入れていきます。顎のここを入れると唇がぷっくり見えるので、ここを入れるのと、このくぼみに入れます。鼻はちょっとぼかします。こんな感じです。そしたらハイライトを入れていきます。クリオのプリズムエアハイライター01番、ツヤがすごく綺麗なのでデートにぴったりです。こういう細いブラシでピンポイントにまずこの目頭に入れるとすごいキラッとします。でも派手すぎるとあれなのでちょっとぼかします。で鼻筋にも入れます。Tゾーンにもちょっと入れていきます。で唇の上、鼻先にもちょっと入れていきます。あと C ゾーンにねこう入れたり、頬の高い位置にちょっと入れるとツヤが出て可愛いです。ここら辺ツヤンと。アイシャドウ塗っていきます。この間ピンクのアイシャドウをつけた時に褒めてくれたジルスチュアートのピンクのアイシャドウを今日も使っていきます。やっぱり前にね褒めてもらったアイシャドウを今日もつけたいなって思ったので今日もピンクにします。一番最初にこの明るい色を取って、その後これを塗ってちょっと上にキラキラをのせます。デートの後にイルミネーションを見に行く予定なので、アイホールもすごくキラキラにしていきます。お外で顔を見られた時にキラキラしてる方が可愛くなると思うので、クリスマスデートはもうめっちゃキラキラでやるのがおすすめです。アイホールものせます。ね、このラメを入れるとすっごい変わる。涙袋もこの一番明るい色を取って、その後にこれを塗って目頭だけこちら入れていきます。一番明るい色でまずプリさせて、デートメイク結構ナチュラルにねしていきます。今回はしてこのラメを取って、そしたらチークを塗っていくよ。チークはジルスチュアートのミックスブラッシュコンパクト N チークカラーを塗っていくよ。6ヶ月前ぐらいに出した彼氏とデートに行く日のゲットレディウィズミーがすごく好評でとっても嬉しいです。なので今日もこんな感じで撮っていきたいと思います。彼氏とデートじゃない時はオレンジとかを使ったりしてたんだけど、やっぱりピンクメイクをこの間褒めてくれたから今日はピンクを使いたいと思います。こんな感じ。やっぱりデートの時はジルスチュアートのコスメを使いたくなるね。そしたら涙袋の影を描いていきます。今の時期マスクをしてるから一番大事なのはやっぱりアイメイクだよね。でもカフェに行くっていう時とか何かを食べるっていう時はマスクを外すから、しっかりマスクの下までメイクしていくよ。アイメイクはキャンメイクのクリーミータッチライナー02番、結構手に出してこすっても落ちないからデートにもおすすめ。これは粘膜に塗っていくよ。アイライン塗ってるブスなシーンを彼氏に見られたらもう終わりなので、みんな内緒だよ。まあ全世界に公開せられるけど。アイライナーはナチュラルなんだけど、でもやっぱ大きく見せたいから垂れ目すぎても跳ね上げすぎても不自然になるから、デートの時は延長でそのまんまに描いていきます。こんな感じ。そしたらやっぱりイルミネーションよりもキラキラしていたいみたいな感じで、ロム&のリキッドグリッターシャドウのラメライナーを涙袋に塗っていくよ。やっぱりイルミネーションより君が可愛いよなんて言う人はちょっとね、私はそんなに、そんなのね
言われても、それ言われるよりさ、一緒に見に来れてよかったとか言われたい。イルミネーションより綺麗なことあるなんて実際に言われたら嬉しくて、その場で倒れると思います。はい、そしたらうるうる涙袋ができたので、こう外でデートしてる時とかも涙袋がうるうるって見えてキラキラで可愛いと思います。そしたら大事なまつげを作っていきます。ケイトのラッシュマキシマイザー N でマスカラ下地を塗っていきます。最近はちょっとサボっててマスカラ下地とか塗ってなかった時もあったんだけど、やっぱり彼氏とデートに行くということで目の印象はとても大事なので、しっかり上げていきます。そしたらリップはファンの方にいただいたリップを使います。ボリュプテプランプインカラー。マスカラ下地を乾かしてる間に先にリップを塗りたいと思うんだけど、今リップ塗ってもマスクしたら落ちちゃうじゃんっていう風に思うと思うんだけど、マスクを外して塗ってなかったっていうことが起きないように今から一応塗っておきます。もしカフェとかに行くっていう前はトイレでお直ししようと思うので持っていきたいと思います。ハートになっててめちゃくちゃ可愛いの。デートということでジルスチャントとかディオールとかイブサンローランを使ってちょっとテンションも上げていきます。もうね、やっぱりさっきのオイルをつけたからすごくプルプルになってていい感じです。ピンクメイクなのでピンクのリップを合わせます。でこれはプランプインなのでスースーして唇をぷっくりさせる効果があるのでデートにもおすすめです。真っ赤なリップが好きな彼だったら真っ赤をつけたらいいと思うし、彼の好みに合わせてみてください。今回はピンクのアイシャドウとカラコンもピンクブラウンにして、リップもピンクにして、可愛らしいメイクをやってみました。ではマスカラを最後にしていくよ。ブラックでもいいんだけど、優しい印象にしたい方はブラウンがおすすめ。メイクが完成しました。マスクをしてマスクを外した時に、めっちゃメイク崩れてるって思われたら嫌でしょ？だから、コーセーのメイクキープミストで、メイクの仕上げをしていきます。遠くから5プッシュぐらい乾いたら髪をセットしていきたいと思います。はい、メイクも終わって髪もセットしてきました。さっきはメイクキープミストを使ったんですけど、髪にもヘアミストをかけていきたいと思います。ジルスチュアートのトリートメントヘアミスト、こちらのホワイトフローラルはジルの中でも一番定番な香りなんですけど、私普段香水が苦手で香水を使わないんですけど、ヘアミストは香りが強すぎずつけれるのでデートということでつけたいと思います。すごくいい香りです。女の子らしい香りなので皆さんもぜひ使ってみてください。ではちょっとコートを着たいと思います。はい、コートはこのリズリさんのね、購入品でも紹介した今年買った白いコート。ではデートに行ってきたいと思います。皆さんの参考になったら嬉しいです。この動画が少しでも参考になったなって思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。はい、デートなんてないので今から YouTube を撮影します。